のみなさんちゃーみずよです。今回ですね、t e ア r s of the Kingdom。10日ぐらい経ちましたよということで、ちょっとね、変わったネタを持ってきました。皆さんはいかがお過ごしでしょうかだいぶやってるよ、俺。だいぶやってる。<laughs> 本当に。あの、寝てないね、ほぼね。もう150時間ぐらいやってるね。t e ア r s of the Kingdom、まあ。動画作ったりっていうところもあるかもしれないですけど、ほぼやってるね。もうそれぐらい面白い。びっくり。 自分ね、過去のゲームで本当に面白いなと思うやつって、まあ、グラセフとか、こうボツとか、まあ、全然こう、ゼルダをやってる人があんまやらないような系統を今言ったけど、結構そういうオンライン系とかが多かったわけですよ。まあ、エルデンとかも面白かったけど。で、ゼルダっていうのはですね、本当にこう最近、発売4日前とかにブレワイをやって、おもろい。めっちゃストーリーもいいっつって、これは新作やるかと。 言ってやり込んで、まあ、ライトユーザーで行こうと思ったんですよ。でも、本当に面白くて、いや、止まらんね、これね。すごいよ。いくらでもやれるんだから <laughs> え。っていうね、なんかもう、あの、くどいぐらいまで褒めましたけど、皆さんどうでしょうか結構やれてますかそんなわけで、え今回は、まあ、我々とは真逆ですね。もう飽きちゃったよっていう人。 いや結構いるみたいなんですよ。やっぱね、どんなにめちゃめちゃいいゲームと言われてても、まあ、どんなに高級な、ね、お肉と言われても、やっぱ合わない人に合わないわけですよ。鼻に合わないとお口に合わないっていうのはやっぱあるみたいで、さそういった方たちがどんな理由でやめていったのかっていうのを、今回ちょっと3つ4つピックアップしてきたので、紹介したいと思います。結構ね、似たような内容が多かったので、 えー、ちょっと割愛一つですけど考察というか皆さんと一緒に見ていこうかなと思います、はい、ということで早速ね一つ目見ていきましょうまず一つ目本当にこれ多かったのが確かにって多分思うちょ,ちょっとね多分頭の片隅でちょっと思うと思うんだけど同じじゃんっていうのが多かったです、まあ、何が同じっていうのは置いといてもう同じじゃんっていうような内容が本当に多かった じゃあ具体的に何が同じなのかなって考えていくとまずやっぱストーリーの流れってのが基本的には一緒なのかなっていう話前回も過去のストーリーというかえっ、ー、と過去の話をたどりながら最後現代に向かっていくっていうようなお話英傑たちとの思い出を紡ぎながら最後じゃあ災ガノンにっていうお話だったと思うんですけど今回もじゃあ結局元をたどると まあ過去を見ながら今のためにみたいな話が一応前提にはあるというところだったり結局ね最初体力マックスであってスタミナマックスであってこっからゲームスタートしたらぶっ壊れて何も面白みないよなーって思ったから絶対下がるとは思ったんですけど結局ね案の定下,下がってかつ同じホコラシステムコログシステムとかそういうマップの拡張もですね やり方が変われど、等を見つけて、見つけて、あの、ハッキングというか、マップのデータを組み込んで拡張していくなんていうのが、本当こう、類似してる点っていうのはやはり多いのかなと思うし、まあ、発売前から少しやり込んでしまって、っていう方とかにとっては、同じような内容だなって中には思う人も、やっぱいたのかななんて、理由もね、わからなくもないです。ただ、 うーん確かに、まあ、マップもね、ベースがハイラルだから、地上マップほぼ一緒やんってなると、うんって感じではあるんだけど、まあ、自分の言い分というか、自分がこう、普通にこういうゲームで飽きやすいんですけど、楽しめてる一つの理由として、やっぱね、同じベースにはあるものの、それを感じさせないほどにバリエーションが増えてるかなとは思ってます。まあ、前作を浅いからっていう理由も大き,か大きい要因かもしれないんですけど、 マップを同じくく放ししていくにしろ今回は空の連携もあるのでじゃあ一概にこうマップを開放してじゃあまたパラセールでどっか違う地上に行ってとかっていう感じじゃなくて空を見てみてどの辺の浮島飛んでいこうかななんていう選択肢も増えたりとかしたしあとはそもそものこう永血の力と打って変わって今回は賢者のね迷惑、えー、みたいな感じでそういったちょっと変化も 付けられてるじゃない緩急がねうまく、ね、できてるのでほんと全部同じかっていうと同じベースにはあるけどそれを一新してくる本当にこう作り込みっていうのがなされてるなーと感じてれるからこそ普通に楽しめてます。ほらとかもね前回のマグネットだと一定の動きしかできないのが。 まあ今回のウルトラハンドだと本当に細かく動かせるようになったりとかそのちょっとの変化がだいぶね要素の豊富さを増やしていたりするのでそれのちりつもでやっぱ今作評価すごい高いみたいなんですけどそういった全てが評価の積み重ねになってるんじゃないかなとは思ってるしやってる人たちがこう飽きずにね自分みたいに長時間やれてしまうような人がいるってのはそういうことなんじゃないかななんて思ってます皆さんは、ね、いかがでしょうか さあそして二つ目ですね。二つ目、敵強すぎと。わかるわ、これはね、これだけはわかる。マジで勝てなかった序盤。ゲーム性を理解して、都度こう適切な武器を持たない。もう本当に初心者の自分からしたらね、マジで敵強かった。だって赤いゴブリン死なないんだもん。前作赤いゴブリンポンポンポンって言ったら死んでいくのに、今作、死なないのよ。 マジで強いじゃん今だったらもうピョンってヒョンって死んでるけど結局やっぱその今回のシステムベースでちゃんとつどつどやることをやっていかないと、まあ、勝てない勝てなくはないかもしれないけど攻略が結構難易度が上がってしまうような仕様ってのは、まあ、間違いなくついてるとは思ってます動画のねコメントに何件かもらったのは前作で言うとこのマスターモードって言ったかなちょっと難易度が高いモードがあったっぽいんですけどそれと やっぱ今回一緒ぐらいなんじゃないのっていうような意見もあってあ、そうなんだって感じで受けたんですけど、まあいざね、ここまでやり込んで世界観を理解してしまえば、普通に相手にね、あの相性いい武器とか火力高い武器使えば、ポン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 倒せてしまうので、その辺のこう辛さっていうのはなくなったけど、前回よりやり応えっていうのは増えたのかななんて思ってます。モブのバリエーションが増えただけでも、やっぱ単調な作業感がなくなるし、ボスの種類だったりとか、 いる場所とか本当にこう敵が強いだけじゃなくてそれに付随していろいろとねもらえる装備の質とかドロップアイテムとかいろいろと要素が追加されているのでやりがいってのは確かにあるんじゃないかなと思ってますでも敵強え序盤マジ強かった、うん、確かにこれはちょっと分かるわもうちょっとね頑張ってやってたらなかなか面白くなってくるんじゃないっていう話なんじゃない多分はいそして3つ目です 3つ目はね、まあ、内容を見てみると、さっき1つ目に紹介したこととほぼ一緒なんですけど、テンポが悪いだとか、ちょっとこう、流れがつまらんみたいな人が多く、一定数、えー、いた。どういうことかっていうと、まあ、おそらく、うーん、まあ、マップの、なんだろうな、こう、中身を知ってしまってるので、地下とか置いといて。 なので、結局その、じゃあここ行って、次そこね、みたいな。決まりきってるゲーム、みたいになっちゃってて、その間に、大きなイベントがない。 っってていうこととななのかなと思ってますサブチャレとかエピソードチャレンジみたいなミニチャレみたいなのはすごい豊富であるんだけど結局じゃあメインだけ辿ってくよってなった時に他のストーリーメインのゲームだとかはたまた他の、えー、オープンワールドのゲームとかとみたいに違ってこう大きなボスとか大きなメインである出来事ってのがほんとマップの四隅まあ極端に言うと四隅に固まってる。 4種族のところにね、固まっちゃってるので、まあ、それやるしかないか、みたいな感じで、多分、トン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 って4箇所行ってると、うーん、なんか、平凡だな、というか、まあた、特にやることもなく、テンポ感悪いな、みたいな話になってくるのかな、っていう話でした。うん。まあ、次に紹介することとも、多分、相まってるんでしょうけど、 あと敵強いともちょっと重なるのかな結構序盤なんかにサクサク進みたいよってなった時にちゃんと準備してちゃんと取るもん取っとかないと勝てない敵がいたりとか割とこう殴っても殴ってもやっぱ武器の耐久度があったりするのでまあそれでねいくらでも戦えるわけじゃないしちゃんとその収集もしなきゃいけなかったりとかいろいろ要素がテンポ感の悪さって感じ取っちゃう人もいたのかななんて話かなうん テンポ悪いとあんま思わないんですけどね。やること多くて、行くとこ多くて大変だなって思う時はあるけど、もう一生動いてるやんみたいなね、うん。一つの場所で完結することがほぼないっていう。まあ、それはそれでいいことですけどね。マップを全体を使い切ってるっていう意味では、うん、プレイヤーに新鮮さを常に与えてくれるので、まあ、いいっちゃいいんですけど、うん。はい。って感じで、まあ3つ目のご紹介でした。はい。最後ですね。4つ目。じゃこれ何なのかっていうと、 3つ目と多分関連はしてるんですけど、移動しかないやんっていう意見が本当に多かった。今回別にランキングとして多かったものが1つ目とか言ってるわけじゃないんだけど、マジでこう移動しかせんやんっていう意見がもうブワー出てました。おマジかーって。ちょっとわかるな、これも。<laughs> ちょっとわかってしまう <laughs>。せっかちだからなでもね、でもね。確かに前作とかも移動多かったんですよね。上手いないと本当辛いみたいな。 もう大地をただ走ってるだけみたいな時間が、まあ1時間プレイしたら30分あるみたいな。まあザラにある。うん、確かに。ちょっと遠い目的地に何の根拠もなし、ワープもなし、あの、寄り道なしで言ったら、もう本当に時間が、わ、もうこれ一生歩いてるわ、みたいな。あるあるある。いや、でもですね、今回は、今回に至っては、まあ、エアプーとまでは言わないけど、ほん、本当にこう、なんだろうな、 序盤なんだろうなっていう感想ですよねこれを見ると今回は移動が多いけどその分かなりバリエーション豊富な移動手段が用意されてるので結構ハマってる人においてはここの懸念点というか嫌だなって思うようなところは一切ないと思うんですよねだってボタンチょチョンって押せば 空とバイク出てきたりするし今まで泳がなきゃいけなかったような水場もあのー、ボートホバークラフトボートみたいな水上船みたいなの作れるしはたまた飛行機も作れちゃうと、うんまあ、もちろん馬もいるしね、まあ、馬の UI は相変わらずゴミだった、うん、ここだけは言わしてほしい 馬本当に壁追突するなと思って前作やったんだけど、マジで今作も馬使えん。本当に。マジで馬動き悪い。崖そこ降りれるやんってとこ降りなくて、もう絶対そこは止まれよってとこ止まんないで落ちてって死んだりするからね。本当にこの馬はマジで。でも、移動が遅いは、まあ、これはないかなってマジではっきり言えるぐらい今回移動手段が豊富だし、早い移動ができるんじゃないかなと思います。 はい、ということですね、今回は、えー、引退してしまった人、理由4選みたいな感じでご紹介したと思うんだけど、何日目で辞めたとは言わなかったんですけど、まあ、大体これを見かけた時とか、まあ、その言われてるのを収集したのが、ほんと1週間前後って感じだったので、昨日、おとといぐらいか。なので、まあ、ちょこちょこってやって辞めたよって人も中にはいるだろうし、まあ、普通に2、30時間やってもう飽きちゃったなんて人もいたのかもしれないけど、えー、こういった理由がね、今作、 大半にはね、神ゲーと言われて、結構ね、盛り上がってはいると思うんですけど、やっぱね、えー、どっかで飽きは来るよということで、早々に飽きてしまった人たちの意見をまとめてみました、まあ。たまにはね、こういうちょっとお話系、ラジオ系もいいんじゃないかということで、最後までご視聴ありがとうございます。またですね、装備紹介などなどやっていくので、そちらもよろしくお願いします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。